私は嘘をつかない。今まで何千人もの人間を殺した。大手製薬会社の薬を全て出しても私が与えてきた薬の量には及ばないだろう。親から子を奪い、夫から妻を奪い、一族を皆殺しにした。だが嘘をついたことはない。大半の罪は良心に反する行為だが、嘘は自分自身に対する罪だ。私はサンタブランカという組織を率いている。俗にカルテルと呼ばれるものだ。夢だった。コカを育て、自分のコカインを生産できる土地を持つことも。警察や政府、軍隊、そしてアメリカ人どもに邪魔をされず、自由に商売ができる場所だ。夢の中で女の声が問いかけてきた。スエーニョ、我が息子よ。もしあなたの国が作れるとしたら。モーゼのように私は仲間を導いた。ボリビアへ。そこで我々はコカ畑を買った。買えないものは奪った。我々は警察、軍隊、判事、政治家たちを買収し、政府と同等の力を手にしていた。夢の実現まであと一歩となった。麻薬国家サンタブランカの確立まであと一歩だ。先週この在ボリビアアメリカ大使館の外で蘇生爆弾が爆発、海兵隊員2名が負傷した。その2日後、中央ボリビアにいる CIA 局員からこれが送られてきた。分析官が調べたところ、 DEA 特別捜査官のリカルド・リッキー・サンドバルだった。私の友人よ。サンドバルはこの6年間現地でコカイン取引の潜入捜査をしてた。爆発の標的はサンドバルだったというのが私たちの見解。大使館で目的を達成できなかったから直接手を下したのね。サンドバルは捕らえられ、拷問の末に殺された。遺体はゴミのように捨てられ、まだ発見されていない。大使館での爆発とサンドバル特別捜査官死亡の黒幕が今回のターゲット。サンタブランカカルテルの名で知られるドラッグの密輸組織。連中はもうただの麻薬組織じゃない、麻薬テロリストよ。最初ボリビア政府はメキシコのカルテルに抵抗していた。ユニダットという特殊部隊を結成したけど、計画通りにはいかなかった。何千もの死体が積み上げられ、政治家、警察官、ジャーナリストは絶滅寸前になった。ボリビア政府は晩酌尽きてサンタブランカと手を結んだ。国民を殺すのをやめてくれれば、見て見ぬふりをすると。それ以来サンタブランカはボリビアを麻薬取引の拠点にした。しかもメキシコにいる仲間たちのおかげでアメリカやカナダにも輸送経路がある。サンタブランカを止めるには奴らの組織を少しずつ解体していくしかない。カルテルは4つの部門に分かれている。生産、密輸、護衛、そしてプロパガンダ。その全ての頂点にいるのがエル・ヘフェ・デ・ヘフェス、ボスの中のボス、エル・スエーニョ。